はい、こんにちは。今日はね、東京モーターサイクルショーのお話をしていきたいと思います。といってもね、私はバイク詳しい方ではないので、会場内で目についたかっこいいバイクの写真とかを見せびらかしながら雑談をしていくだけの動画となっております。まあ、製品紹介とかレビューとかは詳しい人がやってくれてると思うんでねで、私は3日目の3月27日に行ってきました。当日はギリギリ雨が降らない感じだったんだけど、私は電車で行きましたあの、こちらの映像は全然別の日に全然別の場所に行った時の映像なんだけどまあ、こういう感じにした方が元ブロガーっぽいかなって思ってまあ、黙ってればわかんないかなちなみに私が乗ってるバイクはヤマハの XY1900A、 通称ミッドナイトスター。4年前に中古屋さんで買ったんだけど、日本では販売されてないモデルで、北米仕様の逆輸入車になりますね。でかいし重いし燃費悪いし、もう最高ですねそんなこんなでビッグサイトに到着しました。で、毎回このアニメジャパンってイベントが併設でやってて気にはなってるんだけど、いつもバイク見るだけで体力使い切っちゃってそのうち行ってみたいですね。ということで中に入っていきましょう。私が入った入り口付近ではそこまで混雑してなかったんだけど、奥の方というか、どっちかというと時間によって人が増える感じですかね。私が入ったのが11時半くらいで、今回も例年も2時頃が一番人が多いような気がしますね。そんなこんなで、まずザラッと回った感じ、電動バイクが市民権を得てきたような感じがありますね。四輪の自動車もそうなんだけど、最初の頃はバッテリー容量とかの制限があったのか、技術の進歩でどんどん大容量化されてる感じですかね。見た目も結構原付っぽいやつからスポーツバイクっぽいやつもあって、バリエーションも増えてきて、ガソリン車よりも造形の自由が効くと思うので、将来的には今までにないバイクみたいな形のやつも出てくるんじゃないでしょうか。そして電動バイクで最近有名になってきてるのがそこ。私はウォカライダーさんの動画で知ったんだけど、そこそこ広めのスペースがありましたね。こちらのライト B ってモデルはサーロンって呼んでいいのかな、まあ、そこのメーカーのやつなんだけど、モトクロスっぽいタイプでオプションで荷物も積めるみたいなんで、こういうのもいいですね。街乗りだとゴッチ屋さんのこういうのもありました。ステップが外側についてるので、足の間に荷物が置けるみたいですね。こういうタイプもいいですね。電動以外だとキャンプを意識したようなアウトドアカスタムのバイクがよく目につきましたね。特にハンターカブはいろんなブースで見かけました。乗りやすそうだし、カスタムパーツが豊富なのかな。後ろにでっかいキャリアがついてるのって、
ケース類は自由自在に選べそうですね。キャンプ用品とかを売ってるブースとかもあったりして、やっぱブームですよね。ゆるキャンの影響かな。ちなみにたまに人が一緒に写り込んでる写真もあるんだけど、知らない人ですねあとマネキンとかね。で、個人的にはやっぱりね、クソデカバイクが好きでいろいろ見てたんだけど毎回バイク買うとき軽そうなやつにしようって思いながら、なぜか大きいやつ見るとかっこいいってなって買っちゃうんだよねちょっと脱線して、私のバイク遍歴をさらすと、ドラッグスター250から始まって、次がビラーゴ1100で、今の XV1900A で、買うたびにどんどん大きくなっていっちゃってさすがに 1900cc を超えるやつってそんなにないから、この流れでいくと次はボスボスとかになっちゃうかもしんないめっちゃかっこいいですよね。とはいえ次に買い替える時には電動かな。スポーツ系のやつも普通に好きなんだけど、こちらのトレーサーはかっこいいですね。 MT-09 は初期型が一番好きだったんだけど、新しいやつはまたかっこよくなってますね。そんなこんなでいろいろ見て回ったわけなんだけど、途中でホワイトベースの二宮さんのトークショーがありました。ご本人言われてたけど、何年も前だとバイク系の YouTuber ってそうそういなかったので、貴重な情報源でした。今ではいろいろ増えてて嬉しい限りですね。バイク系 YouTuber といえば、宮野にはりさんがタナックスブースでメッセージボードにステッカーを残されてたので、探しに行って写真撮っときました他のバイク系のチャンネルもいろいろ見てるんだけど、私がよくやる思いますってやつは猫和さんのリスペクトですね。ご本人最近あんましやんないみたいだけどということで、今回はエイプリルフール企画ということで、普段やらないバイクネタの動画を出してみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。初めてご覧になる方はこれチャンネル登録しちゃうと、いやお前バイクの話全然しないじゃんってなると思うのって、チャンネル登録はしない方がいいと思います普段はプリミティアっていうゲームのプレイ動画というか、まあ、解説動画というか、そういうのをやってるので、まあ、全然違うネタをやるっていう企画でした。なので基本は今回限りなんだけど、いいねをいっぱいいただけるとバイク用の別チャンネルを作るかもしれないので、こいつなんか面白いなって思われた方はいいねを押していただけると嬉しいです。はい、じゃあ今日はこの辺で、バイバーイ。